皆さん、ごきげんよう。今日は認知神経科学の測定法について触れ、資格の話を軽くします。まず、脳データの意味を軽く考えてみましょう。認知神経科学のデータをこれから見ていきます。脳データから、ある認知活動をする際にどこが、いつ、どの順番で活動するかを明らかにすることはできます。しかし、その認知活動のメカニズム、性質が明らかになるわけではありません。 恐怖を感じるときに、扁桃体の不活が観察される、という知見をもとに、扁桃体が活動しているから、あなたは恐怖を感じているのです、と言われると、ふむふむ、と説得された感がありますが、場所を言っているだけに過ぎないのです。つまり、恐怖という現象は、扁桃体という場所が関与し、起きます。これは恐怖のメカニズムを調べる第一歩とはなりますが、現象そのものを説明してはいません。ドーパミンがうんぬんやニューロンが発火しているからうんぬん、も一緒です。 恐怖を感じる反応しているから恐怖を感じているのです。美味しいパンを食べたら美味しかったです。に近いですので、データでどこまで言えるのかここから先のメカニズムに踏み込むにはどのような知見が必要なのかを考えなければいけません。ノーデータはハードウェア、行動データとモデルはソフトウェアと捉え、包括的なメカニズムの理解にはどちらも重要であるということに留意していきましょう。 脳活動に伴って発生する微弱な磁場を頭部上から測定する方法が脳地図、マグネトアンセファログラフィー、MEG です。脳波と同様に、人の脳活動の変化を非侵襲的に、しかもミリ秒単位の時間解像度で測定できます。また脳波が測定する電波は脳脊髄液で平坦化してしまいますが、磁場はそのようなことがなく信号の分布の観測に優れています。 MEG は自発的または誘発刺激によって発生する脳磁場だけを利用しますので脳波のように頭皮に電極をつける必要はありません。MEG では大きなヘルメット状の装置に頭を入れます。さながら巨大アフロのようです。脳内から発生する磁場は大脳皮質の衰退細胞の興奮性シナプス電位に起因します。 大脳皮質には多数の溝があり、溝の一部が興奮すると電流双極子電源が発生します。この電流により、頭表面に発生する電圧を計測する手法が脳波です。これに対して、電流の周りに発生する磁場を計測する手法が MEG です。頭は頭皮、頭蓋骨などの高電気抵抗層と脳髄液などの低電気抵抗層などから構成されています。 脳活動により発生した電波は、これらの組織を通過する際に歪められてしまうため、頭皮上で脳波を記録しても、計測した電圧の分布から電流総局し、ダイポールの位置を正確に計算することはできません。一方、脳活動により脳内に電流が流れると、その周囲に右ネジの法則に従って右回りに磁場が発生します。この磁場は脳脊髄液、頭蓋骨、皮膚の影響は全く受けずそのまま頭皮外に湧き出します。 高感度磁気センサーを多数配置した MEG によって微弱な磁場変化を捉えることが可能となります。このような電流を生じる神経細胞は、脳腔内の水体細胞で、頭蓋外から MEG として測定し得る主な電流源を形成すると考えられています。大脳皮質の神経細胞には、水体細胞と正常細胞があります。水体細胞は、ピラミッド形状をした皮質の領域間や皮質と核を連結する興奮性の神経細胞です。 正常細胞はトゲトゲ形状をした、皮質量野内の抑制性及び興奮性の介在神経細胞です。水体細胞は細胞内電流が一定に流れるため、周りに磁場ができますが、正常細胞の場合には細胞電流はいろいろな方向に流れるためお互いに打ち消し合い、外部に大きな磁場が形成できません。電流双極子、ダイポールは大脳皮質の溝の形状により様々な向きを持ちます。 脳の表面に平行な電流は、頭の表面に磁場の湧き出しと吸い込みを作ります。一方、脳の表面に垂直な電流から発生する磁場はお互いに打ち消し合うため、頭の表面では脳児をほとんど観察することができません。脳の表面に当たる脳界の面積は脳全体の面積にほぼ3分の1と言われていますが、MEG では脳活動の3分の1しか計測できないというわけではありません。 実際の脳は完全な球体ではないので、脳会が球表面と完全に平行になることもありません。しかし、MEG では脳深部から発生する磁場は球の中心と同じく測定することは困難です。磁力の発生源は磁石か電流です。脳では神経細胞のシナプス高電位と活動電位が発生しますが、一つの神経細胞が起こす磁場は小さすぎて頭皮上から観察することはできません。 磁場は空間的に足し合わされる性質があり、100万個単位の神経細胞が一斉に磁場を発生するとその強さはようやく地磁気、0.5ガウスの1億から10億分の1程度になります。都市雑音で発生する磁場の1万分の1程度しかありません。ピップエレ基板は1000ガウスほどです。これを検出できるセンサーが、超電導量子干渉系、スーパーコンダクティングクアンタムインターファレンスデバイス、スクイットです。 スクイットは、非常に小さな磁場の変化を測定することができますが、液体ヘリウムで冷却し超電導状態を保つ必要があります。このため、脳磁場計測装置はヘルメット上の頭部を挿入する部分の上に液体ヘリウムを充填する容器が必要となり、大掛かりな装置となります。現在の脳磁場計測装置は多チャンネル化が進み、100個以上の磁場センサーをヘルメット上に配置し、参加者はその中に頭を入れるようにして脳活動が測定されます。 脳波では電極を頭皮に取り付ける必要がありますが、磁場は脳から空間に飛び出してくるので、完全に非接触での測定が可能となります。また、MEG のセンサにはマグネトメータとグラジオメータという2種類が用いられます。マグネトメータは信号を効率よく取り出すことができますが、同時に雑音の影響を受けるため、計測の際に雑音対策を十分に取る必要があります。 MEG は雑音に弱いですが、MEG 計測室の近くに、大音量を出す FMRI 室が近くに設置されることがあります。諸行無常です。外部からのノイズを少なくするために、磁場の空間的な傾きを捉えるコイルをグラジオメータと呼びます。MEG も脳波と同じように基礎立動を測定できます。それは両者が観測する信号の起源が基本的に同じ大脳皮質の神経細胞にあるからです。 そのため、アルファ波などの空間的分布も脳波とほぼ一致しますが、脳波より限局して観察されます。このため、信号源を推定することから、脳波より MEG が有利であると言われています。しかし、いずれの信号にも信号源の位置についての情報は含まれていませんので、直接の脳部位を測定する FMRI や PET とは違い、推定にとどまります。脳波実験と同様に MEG も、 課題に関連した信号を検出するため、高い数のデータを加算します。脳機能が復活すると、これらの周波数や強度が変化します。脳波の ERP のような、事象関連脳磁界、イベントレレーティドマグネチックフィールド、ERF、分析、信号減推定、S ロゼッタ、e c d 法、イクイバレントカレントダイポール、ECD、などの分析がされます。 MRI とはマグネチックレゾナンスイメージング磁気共鳴画像法の略で磁石から発生する磁力とテレビやラジオの電波と同様の電磁場を使用して人体の断面を撮影する装置です。脳活動を可視化することもでき、そちらの特化したものを FMRI、ファンクショナルマグネチックレゾナンスイメージング機能的磁気共鳴画像法といいます。 ある神経細胞が活動するとその周囲の酸素と栄養が消費され、不足した分を補うために血流量が増加します。FMRI ではこの時の信号、ボールド信号を検出し、認知課題中に活動した脳領域を可視化することができます。一連の方法をボールド法と言います。FMRI 基本原理を発見し、実用化した小川誠二氏はノーベル賞候補にも挙がっています。 fmri 装置の課題の内部には強くて均一な磁場が常時発生しています。これを正磁場と言います。mri 装置では1.5テスラ以上の強力な磁場を発生させます。1万ガウスで1テスラです。エレキ板は大体1000ガウスですから、約0.1テスラです。fmri には1.5テスラ、3テスラを発生させる装置が普及しています。7テスラのものも日本には数台あります。 磁場が強ければ強いほど高精細な画像が撮影できます。8テスラまでは人体には無害だとされています。超高磁場になると稀に乗り物酔いのような症状が出る人がいたり、画像にノイズが生じやすくなったりします。乗り物酔いのような症状は、磁場酔いと言います。強い磁場で三半期間内の磁石が動いて、平行感覚が揺らぐためという説があります。MRI 装置でゆるキャラを作るとしたら、磁場にゃん。 と名付けたら子供たちに人気がが出る予感がします MRI では体内にある水素原子核プロトンから発生するごく弱い電波を受信して画像化します。見たい部分に受信コイルや RF コイルと呼ばれる電波のアンテナを装着します。機能的磁気共鳴画像法は磁気共鳴マグネチックレゾナンス MR という物理現象を使って脳の構造や機能を調べる方法です。 磁気共鳴とは、政治場内の原子核が特定の周波数の電磁波と相互作用する現象です。人間の体を構成している細胞には原子核があります。原子核の中には磁石の成分があります。これを原子スピンといい、駒のように回転しています。この磁石はいろいろな方向を向いているので全体としては相殺されてゼロになります。ここに強い政治場をかけると磁場に沿って向きが揃います。 正磁場が与えられると、磁化した駒は磁場に沿って成立しようとしますが、その回転は磁場に平行でなくやや傾いていて、この傾きそのものが周期的に回転しています。これを再三運動と言います。地球の回転や高速回転する駒用に傾きながら円運動する現象です。この再三運動の周期の逆数をラーモア周波数と言います。ラーモア周波数は、正磁場が強くなるほど高い周波数になります。 周波数というのは1秒間に何回転しているかということです。水素原子核、プロトンは1.5テスラの正磁場では約 63.9MHz なので639万回転、3テスラの正磁場では約 128MHz なので1280万回転をしています。ぐるんぐるんです。 この時、再三運動と同じ周期で、横から静磁場に垂直な方向に照射する電磁波である、RF パルス、ラジオフリークエンシーパルス、ラジオ周波数パルスを与えると再三運動は次第に横に傾いてきます。これを冷気と言います。RF パルスの照射後、コマは次第に元の傾きに戻っていきます。これを緩和と言い、この時間を緩和時間と言います。 この時、政治場の方向と平行に置いた RF コイルには、横向きになった磁場の強度変化に応じて電流がジャッキされます。これが MR 信号です。緩和時間は組織によって違います。政治場で再三運動している原子に RF パルスを与えると冷気して横に傾きます。その後、元の状態に戻ることを緩和と言います。緩和の際に起こる MR 信号を捉え、画像したものを緩和画像と言います。 緩和にはスピンが政磁場に沿って縦に戻る T1 緩和と、一つにまとまっていたスピンが元のようにばらけてゆく T2 緩和の2種類があります。T1 は1から2秒程度、T2 は数十ミリ秒で元に戻ります。T2 は、実際には政磁場の強度はどこでも全く同じではなく、周りに再三運動を妨げる物質があるため緩和時間はさらに短くなります。これを T2 スターと言います。 T1 緩和から得られる画像を T1 強調画像と言います。T1 強調画像は、開白質と白質の解剖学的な構造が見られるため、脳の構造画像として使われます。T2 スター強調画像からは、赤血球中の酸化ヘモグロビン、還元ヘモグロビンの磁化率の相違に応じた信号変化率、ボールド信号を利用することで機能画像を得ることができます。つまり、ある課題中の脳活動の画像を得ることができます。 高速撮像法のエコープラナーイメージング EPI 法でグラディエントエコータイプの画像を得る方法が主流です。解析時には EPI 画像を構造画像に合わせる作業が行われます。血液のヘモグロビンを使って酸素を体中に供給しています。ヘモグロビンはヘムと呼ばれる鉄原子を持ちます。ヘモグロビンが酸素と結合すると酸化型ヘモグロビンになり、酸素を離すと還元型ヘモグロビンになります。 感元型ヘモグロビンは磁性を持ちます。この性質のため、MRI の磁場はわずかに乱されて、MR 信号は弱められて帰っていきます。認知活動で特定の神経細胞が活発に活動すると、その神経細胞は大量の酸素を必要とするために、グリア細胞が神経細胞の働きを受けて、筋肉に信号を送り血管を拡張させて、細胞周辺の血液の流れが増加されます。 すると、実際の酸素使用量を上回る血流が集まり、相対的に酸素を運ぶ酸化型ヘモグロビンが増え、酸素のない還元型ヘモグロビン、脱酸化ヘモグロビンが減ることになります。そのため、磁場を乱していた還元ヘモグロビンが少なくなって、弱められていた MR 信号の強さが回復して強くなります。これをボールド、ブラッドオクシーゲネーションレベルディペンデント効果と言います。 神経活動に伴う血流の増加は局所的に生じますが、その増加はゆっくりとしていて5秒程度遅れて立ち上がります。そこから20から30秒かけてようやく元の状態に戻ります。これが FMRI の時間分解能の低さの原因となっています。 この現象は、ボールド信号、血中酸素濃度依存性、ブラッドオクシーゲネーションレベルディペンデントがそれを示しており、刺激定時による神経活動の後に増加し、緩やかに減少することが知られています。これは血流動体反応関数、ヘモディナミックレスポンスファンクション、HRF と呼ばれています。 fmri では、解析用構造画像の t1 強調画像と、課題中の脳活動を測定する t2 スター強調画像を撮影します。fmri は、空間分解能が高い反面、撮像中に参加者の頭部が動くと分析が困難になります。撮影中は頭部や体を固定し、実験を通したズレを 2mm 以下にする必要があります。 実験にもよりますが、仰向けの状態で20分以上、頭を動かさないことが求められます。実験中に背中が痒くなったり、鼻がムズムズしたりするとなかなかヘビーです。FMRI での IMAI 撮像中の様子です。IMAI は今井さんの略です。かなり大きい音が継続的に流れています。 100デシベルくらいの大きさなので、参加者は耳栓をつけて実験を受けます。基本的な実験パラダイムとして、ブロックデザインと自象関連デザインの2つがあります。どちらも血流動体反応関数を考慮した実験パラダイムです。課題の開始後、ボールド信号が上昇し、ベースラインに戻るまで15から20秒程度の時間を見積もる必要があります。 ブロックデザインでは、課題を一定時間の間繰り返し行う課題ブロックと、コントロールとなる課題か何もしないレストブロックを交互に繰り返し、課題同士、あるいは課題とレストの間の差分を見ます。例えば、課題 A が顔写真を見る、課題 B が天心ドンの写真を見る。レストは灰色の画面を見る。だとします。 撮像開始0から30秒は灰色の画像のみを見て、30から60秒は課題 A の顔写真を見る、再び灰色の画像が30秒間現れ、その次の30秒は課題 B の点心ドンの写真を見る、というのを課題実行回数が均一になるよう行います。課題で立ち上がった HRF がレストの30秒間でベースラインに戻り、再び課題を行うという実験デザインです。 基本的な解析では、復活した領域を引き算して残った領域を見ます。課題 A 引くレストでは、顔写真を見ることで復活した領域、課題 B 引くレストでは、天心ドンを見ることで復活した領域を可視化することができます。課題 A 引く課題 B では、見ることに関連した領域が総裁され、天心ドン以外の顔を見ることに関連した領域を可視化することができます。 逆に、課題 B く課題 A では、見ることに関連した領域が総裁され、顔以外の天心論を見ることに関わる領域を可視化することができます。地償関連デザインは、隠し考を一定時間の間を挟んで行う方法です。あるタイミングを起点として信号強度の変化を計測します。このデザインは、隠し考の順序をランダム化したり、繰り返しが不向きな課題に用いられます。 ボールド信号がベースラインに戻るまで何もしない時間があるため、実験時間が長くなるという欠点があります。こちらを回避する高速事象関連デザインも提案されています。事象関連デザインでは、ERP 等と同様に事象発生時刻に合わせて評価します。局所の信号変化がよくモデル関数に当てはまるなら、その部位は事象に関連して活動したとみなし、その変化率の大きさは関連性の高さとして示します。 神経細胞活動記録は、動物の脳組織に直接細い針のような電極を挿入し、単一神経細胞の活動電位を記録する方法です。研究目的に応じて、細胞内記録、細胞外記録を使い分けます。脳組織に直接電極を配置するため侵襲は避けられませんが、高い時間分解能で神経細胞の活動が測定できます。細胞内記録は、顕微鏡下で脳組織編の神経細胞を観察しながら行います。 神経細胞はシナプスを介して情報を受け、それに応じて活動電位が発生し軸索を伝導して情報を他の神経細胞に伝えます。シナプスからの情報は神経細胞の膜電位の変化として伝えられ、活動電位が発生します。膜電位変化を細いガラスで作った電極を細胞内に挿入して記録します。シナプス光電位や活動電位を測定できたり、 細胞内記録中の神経細胞の電気変化を観察して、その入力が興奮性か抑制性かを調べたりすることができます。また、脳組織変に存在する神経回路を詳細に記録したり、染色液を注入して形態学的、組織学的検討をしたりすることもできます。 細胞外記録は、行動中の動物の脳が正常に活動している時の神経細胞活動を、脳や脊髄などの組織内の細胞間隙に金属製の電極を接触させ、神経細胞の金傍に生じる電気的変化を記録する方法です。特定の刺激を動物に与えた時の、その神経細胞の反応を調べることができます。私たちは、外に広がる世界があって、その中で事故が存在していると感じています。 しかし実際には、視覚の場合には外界から網膜に投影された光エネルギーを電気信号に変換し、網膜から大脳の工事視覚皮質までの神経系の処理によって構築された視覚世界を体験しています。つまり、外の世界の情報を感覚機関で入力した後、脳で処理して、視覚世界を作っています。この過程の結果として私たちに意識されるものを視覚と呼びます。 視点が一つに決まれば、外界がどのように投影されるかが決まります。この過程を循光学と言います。この投影過程で失われる情報のうち顕著なものが三次元性です。外界は広がりに加えて、奥行きのある三次元空間ですが、網膜は二次元です。例えば、一つの円が網膜像に与えられた時、それは外界のどのような三次元物体に対応するでしょうか コインのような薄い円形の物体かもしれませんし、ボールのようなものかもしれません。はたまたラグビーボールをある視点から見る状況かもしれませんし、円錐や円柱かもしれません。可能性のある界は無限にあります。しかし、近くのための処理過程は元の外界情報に比べてはるかに限定され、わずかな情報しかない網膜像から外界に対応するような近く世界を構築する必要があります。 デビッド・マーは、この問題を視覚の計算理論として定式化しています。マーは、視覚の目的を3次元情報の構築として、純工学とは逆向きの推論である、逆工学としての視覚処理を、数学的な不良設定問題としています。不良設定問題とは、解が1位に特定できない問題です。これを解く方法は、入力されたデータにはなくても、解を1つに限定するような何らかの情報を追加することです。 これを一般に計算制約条件と言います。四角に限定すると、現実世界でありえそうな制約条件が用いられます。これを自然制約条件と言います。少し難しそうですが、常識のような過程です。例えば、物体は形が変わらないとか、物体の奥行きは滑らかとか、光は上から当たって影が下に浮かぶとかいったことです。 目の前のコップを個体で触っても液体に変化しないと認識できたり、このコップはこの形状からして円柱状だろうから手の形を丸く合わせればつかめるだろうなぁと限られた視覚情報から答えを出すことができるわけです。視覚理論は議論され続け進化しています。ポッチオは逆光学のアルゴリズムと制約条件の計算を含む視覚理論を提案し、近年では自然制約条件を確率的に扱うベーズ推定としての視覚理論もあります。 ある網膜像が与えられた時に、その網膜像が生じ得る三次元世界の中から最も確率の高いものを選択することを、定式化し、確率的、定量的に表現することを可能にしています。マーが指摘した概念の一つに、処理段階に合わせた適切な表現があります。視覚処理は網膜像から始まりますが、一度分解され、再構築されて認識されます。 階層的な処理の中で、その時々に適切な表現が、点の強度、線、不連続点、面の傾き、運動の流れ、などが構築され、利用されます。資格は網膜像の単なるコピーではなく、最もらしい解釈の一つにしか過ぎません。何を言っているのかわからねえと思うが、俺も何をされたのかわからなかった、ということが頭の中で起こっているのです。 このことを示す現象は様々にありますが、それらに共通する性質は、知覚の向上性という言葉で語られています。知覚の向上性とは、入力される感覚情報が変化しても、その入力情報の変化は、知覚対象そのものが変化したために生じたのだという強い証拠が得られない限り、知覚対象を同じものとして見続ける性質です。例えば、明るさの向上性は、白い髪が明るい部屋でも暗い部屋でも同じ白という明るさに知覚されることです。 こちら横浜を代表する中華料理店玉泉亭の天津飯です。皿は白色です。皆さんが安楽の天津飯の皿を見るとき、明るい部屋でも暗い部屋でも白に見えるのではないでしょうか。実際には暗くすると黒っぽくなります。明るい部屋と暗い部屋では同じ皿からの反射光量は大きく変化しますが、皿以外の周囲のものからの反射光量も変化します。 視覚系は、それらの変化を照明光量の変化に帰属させ、皿そのものの反射率が変わったわけではないと解釈します。色の向上性、大きさの向上性、位置の向上性など様々なものがあり、私たちの視覚の基本特性として働いています。色の向上性は、照明光の色が変わっても、同じ物体は安定して同じ色として視覚される現象です。 曲線邸の安楽の天津飯に青いフィルタや赤いフィルタをかけても卵の色は黄色と感じられます。フィルタをかけた場合の色は黄色ではありませんが黄色と近くされるわけです。曲線邸はサンマーメンの発祥の店と言われているそうです。大きさの恒常性は物体までの距離変化にかかわらず大きさが一定に見える現象です。2枚の写真があります。羊や人物にそれぞれアルファベットが振っています。 それぞれの写真の同じアルファベットのものは同じ大きさなのですが、手前の方が小さく、奥の方は大きく見えるのではないでしょうか。一般的に遠ければ遠いほど大きさは小さく見えますが、それを自然な大きさに見えるよう補正しているのです。この錯覚を回路作詞と言います。おなじみミュラー・リアー作詞は、大きさの向上性が働いた結果、線分の長さの見積もりが変わることが原因という説があります。グレゴリーによると、 角のない曲線の住居に住むズール族にはミュラーリアー作詞は生じないようです。日常的な体験の積み重ねが向上性、自然制約条件を作っているのでしょう。近くはノイズや外乱の影響を受けやすい生の感覚入力から、より安定した普遍的な外界の特徴を抽出して、私たちの意識や行動にとって利用しやすくする性質を持っているとも考えられます。網膜に映る情報はかなり欠落しています。 その情報処理の過程と脳内基盤について次回から見ていきましょう。